シリウス、火と水はもともと一つのものじゃった。しかし今や火の子と水の子は最も遠いものとなってしまっておる。争いは避けよう。これが長く伝わる掟なんじゃ。おい、愛の力とは大したものじゃ。真実の愛の前ではどのような掟も無力になってしまう。顔を上げなさい。確かではないが、一つだけ方法がある。え？この宇宙のどこかに火と水が仲良く暮らせる星があると聞く。星？それはそれは美しい星だそうな。教えて、どうしたらその星に行けるんだい、モアル。それはのう、この世には実に不思議なことが起こるもんでの。太陽の光光と輝く真昼が突然暗い闇夜に変わることがあるんじゃ。真昼が夜になる。少々。それは90年に一度だけ起こる出来事じゃ。その日太陽はこの大空から隠れ、全てのものが闇に包まれるのじゃ。日食。そうじゃ、日食じゃ。日食と呼ばれるその日に黒い太陽が現れる。黒い太陽？そうじゃ。その黒い太陽が現れ、コロナと呼ばれる真っ赤な炎の輪が燃え始めると、この火と水の境の地メビウスの丘に不思議な花が咲くという。クラインソウという紫色の花じゃそうな。その花が開くと中から白い胞子が舞い上がり、北の空を指して飛んでいくそうや。メビウスの丘、クラインソウの花。日食の日にメビウスの丘に行き、クラインソウの胞子に乗ることじゃ。その胞子の飛んでいく空の彼方に、今も火と水が仲良く暮らす星があるそうじゃ。その星ならお前たちは共に暮らせるかもしれん。火と水が一緒に住める星、私たちの星、シリウス。今宵は潮の流れの止まる日、しかも新月。シャレバ、お、なんとしたことか。その日は今日より5日後じゃ。え、本当？あと5日、本当にあと5日だね。そしたらマルタ、僕たちは一緒にその星へ行けるんだ。